はい、J コムからお届け札幌人図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌人図鑑 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは書家最高案池田守さんです。はい、池田守です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最高案って私ね、最初池田さんが書家として活動してる時のなんかアトリエというか、はい、場所の名前かなと思ったんですけど、はい、これは書家の時のお名前、はい、そうです。うん、書家として活動してる中のお名前で名乗ってるな、はい、最高案さんとおっしゃいます。はい、これ最高案はなんで最高案なんですか？じゃあまあ家族がいて、うん、まあ娘の名前を合わせたら最高案になったって。うん、本当、はい、お嬢さんお名前なんておっしゃるんですか？長女がロアっていうハワイ語なんですけど、ロアさん、はい、おでロアを日本語に訳すと、はい、まあ最高うーんっていう意味合いで、はい、次女がレアって言って次女レアレア、はい、レアですね。これもハワイ語で訳すと、はい、幸福とか喜びとかっていう意味合いなんで、うん、これを掛け合わせて、まあ、漢字で最高案、家、うん、案は家っていう意味合いなんで、うん、まあ、最高な家で作るものをお届けしたいっていう、うんうん、まあ、冠にしました。なるほど、はい、奥様がハワイ好き。奥様がハワイ好きです。へえ、そうなんだって、はい、そういうお名前の付け方だったんですね。はい、はい、じゃあそんな最高案池田守さんの、はい、書家としての活動のご紹介も含めて、はい、今日も3つのキーワードで伺ってまいります。はい、今日はこちらになります。じゃーん、じゃーん、書と現代アート、はい、なんだ時計もしないで、はい、死ぬまでやる覚悟。はい、はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。あの一つ目なんですけれども、現在の、はい、あの、まあ、活動の様子、はい、ご紹介いただけますか？二つあってですね、書と現代とね、はいはい、書道家っていう、まあ、たいあのもの活動と、うん、まあ、現代アートを生かして、はい、まあ、書を生かした現代アートですね、うんうんうん、こっちのアート作業と、はい、もう二通りカテゴリーが分けてます、はい、うん、今日なんかいろいろ持ってきていただいて、はい、最初にこれのご紹介でいいのかな。はいはい、いろいろ持ってきて、これがまあ、はい、書道家としての活動して、お、まあ、元となっている、うーん、毎日やってるライフワークですね。毎日やってんですか？はい、ちょっと見せてもらっていいですか？はい、これひー、毎日やってんですか？これ美しいですね。さすが違います。小筆と小筆、うわ、これ全部、はい、いや本当だ、これ全部そうだ、まあ、毎日やってます。毎日やってこれして、これが、はい、そんな、これはどういう意味なんだろうか？これは千字文って言って、はい、まあ、中国の古典なんですけど、うーん、まあ、一通りやれば字の形を覚えれるっていう言い伝えのあるものなんですけど、はい、まあ、そうとは限らず、まあ、何回も繰り返してやってるんですけど、はい、まあ、千字文、千文あり、千字文、千文字ありますね。はい、はい、いやー、そうですか。意味があるんで、これ一つ一つ、ね、一つ一つ四字熟語みたいに漢詩が並べられていて、うんうんうん、それぞれの意味合いがあります。うん、書はこういう感じでもう毎日書かれてます。で、はい、お仕事としては、今こういう書道を教えたりっていうのはどういう感じで？うん、そうそう、まあ、教室もそうですけど、うん、今はお話しいただいて北広島高校の書道の、教科科目を、まあ、非常勤として担当させていただいてるって。はい、あとはまあ筆行って言って宛名書きとかホテルの卓上にあるまあ名前を書かせていただくような仕事ですね。うん、はい、そういうね、書家であるまあ最高案さんが、はい、これですよ、現代アートって例えばどんなってちょっと教えてください。僕が捉えてるのはおもむろに書くんですけども、はい、そこにはしっかりコンセプトがあるっていうのが一つ柱として持ってるものですね。うんうん、このライフっていうのが、ライフ、はい、昨年の末から今年の1月にかけてエスキスっていうカフェでやったギャラリーの個展で、はい、まあ、代表作なんですけど、はい、これがデニムですね。え、これデニムなんですか？自分の履いていたデニムを、まあ、要するにしっかり洗って、まあ、作品にするんですけど、これをまあ切るんですね。うんうん、デニムは3着それを、切って、はい、まあ、当てはめてっ
った上に、はい、墨で字を書いたっていう。これは自分のデニムを、自分のデニム、ね、四角く切ったのをちょうど長方形になるようにこうはめてって、はめてって、はい、それをキャンパスにして文字を書いた。一発勝負で書いたっていう。ああ、そうですね、一発勝負ですね。一発勝負です、これ。へー、はい、そうですね、デニム好きなんですか？デニムはもう好きで、それこそ中学校の時から、うんうん、アメカジのブームから入ってたんですけど、はい、まあ、そのデニムを、うん、まあ、ライフっていうものに掛け合わせて作った作品です、うんうん、ノージーンズノーライフみたいな。ノージーンズノーライフそうですね、もう一つがコロナ禍で増えた段ボール、うん、段ボール、はい、段ボールを、まあ、こちらもサイズに切って、うん、その上に紙とした上にこう字を書いたっていう。いいですね、そのコロナ禍だから段ボールが増えてっていうのもちょっとすごくこうメッセージが強いと言いますか。まあ、かなり話が長くなっちゃうんですけど、はい、そうなると、うん、まあ、ただライブにしたのはそういった意味で、うん、段ボールとライブを掛け合わせて、うんうん、コロナ禍で増えたっていうのが、うん、まあ、コンセプトのモチーフになってます、うん、はい、このように書と現代アートをお仕事とされていらっしゃいます。じゃ あ, そんな池田さんになったのはどうしてというあたりをね、はい、2つ目のキーワードで伺ってまいります。続きはお知らせの後です。ですはい、それでは2つ目いきましょう。2つ目こちらになります、はい、じゃーん、なんだ時計もしないで、はい、はい、ということで、もう子供の頃からずっと習字をやってて、そのまま習字書家一直線ってわけではなかったそうで、そのあたり教えてください。まあ話せばこう長いんですけどもまあ社会人いろいろと20代経験して、はい、それからどんなお仕事経験しました？経験したのは教職の方と、うん、はい、あとは新勤、うんうんうん、地元の新勤に入って、うん、はい、まあ、新勤も野球やりながら仕事ができるんだったらっていうことで、はい、ああプロですね、はい、プロ、まあ、それを目指してずっとやってきたんですけど、ただ現実、まあ、お仕事、はい、組織の中で働くっていうことを、うんうん、メインとした野球人だったんで、はい、そこがちょっと断念する理由になって、うん、まあ、いわば中その逃げるように、うん、逃げるかのように親に言い訳をして、はい、まあ、札幌に出てきたっていうのが正直なところですね。うん、まあ、そんな覚悟なんで、それほど仕事にもならず、うん、まあ、社会人としていろいろとやるんですけど、うん、はい、そこでまあ結婚だったり、なんだりが始まって、はい、まあ、それでも形にならない書道っていうものが、うん、まあ、自分の中で忘れなかったのも、うん、まあ、よかったんですけど、うん、ずっと温めてはあったんですね、この中で、ね、あったはあったんですよね、はい、うんうんうん、で、ある時30過ぎて、うん、ちょうど3年ぐらい前に2018年ですけど、知り合いの方のパーティー、誕生日パーティーに行ったバーで、はい、うん、ある方が僕の方を見て、まあ、フラフラするなと。見るからに。見るからに。何やってんだお前と。何やってんだお前。うん、で、僕も、まあ、話を聞くだけ聞いてて、うんうん、酒の場なんで。うん、酒の場なんで、聞いてると、うん、要するに、時計を、うん、お前なんでしてないんだって。今日もしてないですけどね。今日もしてないですけど、ね、時計してなかった、時計もなんなんでお前してないで、はい、なんだ時計もしてないで、これなんですね、うん、はい、その方はどんな方だったんですか？この方は、はい、まあ、聞くところによると、はい、札幌で、うん、まあ、有名な飲食の、うん、まあ、社長さん、うん、お仕事の、まあ、ビジネスマンですね、はい、ビジネスマン、はい、はい、社長さんなんです、うん、で、時計をも立派な時計をしてて、はい、僕はまあ立派な時計もしておらず、はい、で、なんだと時計もしてないんで、はい、で、フラフラしないで、男だったら何か残せという話をいただきました、うん、はい、で、まあ、その時に、あ、書道だってすぐ思わなかったんですけど、うんうん、まあ、考えた時に自分で残せるもの、うん、自分から吐き出して何か残せるものだっていうのは書道に気づいて、そこからもうのめり込むかのように、うん、人が変わったかのようにもう書道に入っていったっていう、うん、ですね、その、まあ、札幌の経済人の重鎮みたいな人が、うん、なんだ時計もしないでっていうのはやっぱりその時間の大切さを教えたかったっていうかね、そういうところもあったかもしれませんね。いろいろ考えた中でやっぱり一つは、うん、そんなに時間はないぞっていうメッセージを、うんうん、
まあ、僕の解釈ですけど、はい、考えて、うん、この何度時計もしないでって言われたことを後々思い起こして、その時のやり取りを、うん、そうですね、はい、うん、まあ時間はないよな、まあうん、結婚も子供もいるし、うん、頑張る時かな、うんうん、で何も考えず、うん、一心不乱に書道に向き合うって決めれたのも、うん、まあ、その人の出会いなんですけど、うん、まあ、出会いと言葉ですね、いつやるの今でしょ的な、そうなんですよね、やる気スイッチを入れてもらった、本当にそうなんですよ。あ、まあ、その方はそんなに、うん、ね、僕に対して重い言葉で投げかけたわけではないとは思うんですけど、うん、はい、僕が勝手にそういうふうに受け取らせていただいて、うん、いやでも良かったですね、その誕生日パーティー行ってどこでスイッチ入るか分かんない、やっぱ向こう言った側はそのつもりじゃなくても受け取り側の解釈で、うん、やっぱり深く刻まれるってことありますよね。いや本当にそうなんです、うん、まあ、座右の銘というか何かこう迷った時とか決めなきゃいけない時に、はい、そこは必ずブレずに、うん、今でも、まあ、もちろんありますし、何か残すためにちょうどやってるんだっていうところですね、うんうんうん、はい、まあ、そういう出会いがあって、まあ、書家としての、自分の目標がこうバシッと、決まったというね、うん、最高案さんなんですけれども、はい、じゃあちょっとこれからというところも含めて、はい、3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、死ぬまでやる覚悟、はい、ということで、はい、書家としてやるぞって言ったからって急に今日からじゃあ明日から書家になりますってわけにいかないから、うん、まあ、最初はお仕事しながらだったそうですね。そうですね、うん、まあ、最初はとか、まあ、つい最近までもそうなんですけども、そんなにかっこいいものではなく、はい、やっぱり時間はやっぱ限られてるんで、うん、限られた中で自分の書家としての、はい、スキルをまず上げなきゃいけないっていう、うんうんうん、ただ悠長にやってるだと、まあ、時間がないっていうの戻るんですけど、本気で取り組んでいかないと、うん、っていうのがあったんですけど、はい、そこで、まあ、生活の中で早起きをして、うん、その家族の生活が始まる前、うん、要するに夜中3時、あ、そういう時間になりますよね、4時とかあに起きて、まあ、墨を吸ってやるんですけど、うん、最初は自分の好きな字だけ書いて、はい、やりだしたところ、もうネタ切れで頭打ちなった時に、はい、まあ、こういう古典をやり出すですね、はい、まあ、2年前ぐらいですけども、うんうんうん、まあ、そこからどん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 これ不思議で面白くなってくるんですよね。 うまくいかない下手だっていう、うん、もう突きつけられるんで、はい、今未だにそうですけど、はい、それをまあクリアしていくっていう毎日の作業ですね。あ、うん、まあ、そうやってだんだんその、軸足を書家の方にちょっとずつしていって、はい、今はもうすっかり書家、はい、としてのお仕事でっていうことなんですけど、これですよ、死ぬまでやる覚悟っていうちょっとキーワードなんですけど、うん、はい、はい、まあ、福瀬ガキさんっていう富良野在住の方なんですけど、で自分はもう85だけど、はい、まあ、どれだけ長生きできるかってことを考えてると、うんうん、で死ぬまで書き続ける覚悟を、まあ、その方はいつかしたんですね、うんうんうん、なんで僕も書家としていくっていう覚悟はあるんですけど、死ぬまでやっていくっていう覚悟は、はい、そこの覚悟の中に含まれていたはずなんですけど、うん、まあ、細かくしていった時に死ぬまでやる覚悟あるかっていうそのフレーズに対して、はい、初めて言われたことなんで、してるつもりだっていうことがまずここで分かるんです。あ、はいはい、でここでまあ死ぬまでやる覚悟っていうのを、まあ、自分で決めたっていうことですね。うん、時間をたくさん何枚も書いていくとか長い時間書いていくとか、そういうのってやっぱり作品にどうなんですか、昭和やっぱり特に出てくるんですかね。言い伝えもことわざもたくさんあるんですよ、はい、古典の中に、うん、書道史の中に、はい、まあ、やればやるだけうまくはなっていくはずなんですね、うん、はずなんですけども、うん、じゃあそれが、いい作品かどうかっていうのは、うん、またちょっと違う、うん、違うというかまた別なので、はい、うん、古典で生き残ってる作品っていうのは、はい、いい作品なんですよ、うんうんうん、でそのいい作品というのは芸術的な字を書いたり、うん、作品として残していくっていうのが、まあ、書道の最高案としてやっていく人生かけた仕事ですね、うん、それは
まあ、書道家としては、はい、字を残していくっていうことに関してはですね、はい、うん、いや本当さっきの作品ライフなんですね書ってね、うんとし、まあのめり込んでますからね僕は今もう。なるほどなるほど、うん、展示中の作品があって、はい、ディスカバーっていう、これは、まあ、それこそ覚悟っていうことに関して考えてた時期に見つかったぞっていうタイミングがあるんですよ、はい、その時にできた作品なんで、はい、ディスカバーっていう名前をつけました。墨で書いてるんです。墨を垂らしてますね、うん、で書いてるっていうのは水で書いてます。うーん、水でつけた墨をまた水で模様としてこう抽象化させるんで、はい、それが何ともこう自分の中では当てはまった作品ですね。あ、なるほど。これは？これは去年、太平洋沿岸で、うん、まあ、日高実家が魚屋もあって、同級生も網元で会社を経営している方がいるんで、うん、赤潮被害で鮭が上がらないと、はい、でそこに痛くこう僕は地元に地元愛みたいなものがそこで湧いてきて、何かできないかっていうタイミングで、あの展示機会があったんで、うん、鮭の木箱、うん、木箱に豊漁、豊漁、これは古典的な字なんですけど、はい、豊漁と書いて、豊漁って書いてあるんですね。そうですね、うん、もう一つは、まあ、写真家の方とコラボして作った、これ写真なんです、はい、で和紙に印刷して、うん、そこに See you っていう書いたものなんですけど、うん、はい、これはまあ魚がいつ戻ってくるかわからないけど、また青っていう海と掛け合わせた CU です。なるほどなるほど、はい、うん、写真を和紙にプリントして墨で描くっていいですね。ぴったり合いますね。僕にはかなりマッチした作品になります。素敵な作品ですね。こんなのが夢みたいなのあったら教えてください。笑い話になっちゃうかなっていう感じなんですけど、はい、まあ、ニューヨークの、モーマっていう美術館があって、まあ、いろんな方に話をすると、まあ、もちろん当然笑われちゃうんですけど、いやそんなことない、うん、僕も行ったこともないし場所は知ってるぐらいで、うん、ただ、まあ、ヨーロッパと、まあ、アメリカってことを考えた時に、まあ、ニューヨークのモーマは、はい、まあ、野球も好きだったんで、好きなので、うん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 、まあ、ニューヨークのモーマで、まあ、展示だったり収蔵っていうのを、まあ志して夢を見てます、はいはい、だってまだ今おいくつでしたっけ40です。40でしょ、はい、でさっきのフランドの先生おいくつでしたっけ85かな。まだ時間あるある。ありますね、ありますね。ねえ、はい、ありますあります、突き詰めて納得のいく作品がまた海外の方にね、認めていただいて、私も応援しますよ、モーマ美術館。ありがとうございます。ねえ、北海道の作品がそんな出たらいいなと思います。とても夢のある話だし、夢ってことないか、まだまだ時間はありますから、はい、時間ありますね。このことに早くに気づけてよかったですね。いやー、もう50、60ってすぐ来ちゃいますよ、だってその頃になってから気づいたんじゃなくって。いやー、うん、まあギリギリかな、もう分かんないかなっていう時ですけどね。はい、たくさん あの素敵な出会いがあって、出会いが、ね、今の作品作りにつながったんだなということがよく分かりました、うん、ぜひ、はい、あのホームページ等々でチェックして、あの個展などもねお出かけいただければというふうに思います。ということで今日のゲストは書家最高案池田守さんでした。ありがとうございました、はいはい、ありがとうございます。さよなら。さよなら。